はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今日はちょっとね、お坊さんの金銭事情についての話しようかなって思ってます。皆さん、坊主丸儲けとかって聞いたことないですか？お坊さんは儲けるっていうことをね、嫌味を込めた、言い方で表現したものなんですが、確かにお坊さんって税金払わなくてもいいとかっていう話聞いたことありますよね。でもさ、実際のところどうなんだって、なかなか知るチャンスってないじゃないですか。でも意外とね、こういう話みんなも気になるでしょ。だから今回はね、動画ではその辺の詳しい話を私がこっそりと教えたいと思います。あと、そもそもお寺の税金ってね、ちょっとね、複雑なんですよ。寺ってほとんどが宗教法人っていう、組織になってます。そして基本的にね、宗教活動には税金かかんないんですよ。つまり、宗教活動で得たお布施だったり、例えばお坊さんが戒名をつけたりとか、そうした時の料金とかには一切ね、税金がかからないので、まるまるお金が入ってくることになります。こういった収入が大きいわけです。次にね、お寺の住職さんっていうのは宗教法人に雇われていて、そこから給料をもらうっていう形態になってます。表面上はね、表面上なので、給料に関しては一応税金はかかってるんですよ。だからまるっきり税金払っていないかって言えばそうではないんです。ただね、ここからね、からくりがあるんですよ。確かに寺の収入から毎月決まった給料もらうんですが、大概は住職がその寺の経営者にもなっているんで、寺にまず入ってくるその収入はほぼ全てね、寺の住職が自由に使えるわけなんですよ。そして会計や給料などは住職の意のままに決めれるわけ。だから早い話、税金が取られる給料に関しては給料を比較的安く設定しておけば、税金はさほど取られないってなるわけ。その代わり、寺に入ったお金は結局のところ住職のものと言ってもいいものなので、その中からなんていうの、好きなものを買ったりとか、必要なものを買ったりとかするわけ、経費としてね。もっと分かりやすく言うと、例えば、あるお寺で月の収入が500万あったとする。で、その中からわざとお坊さんの給料を低く設定して20万っていう給料にしたとする。で、20万から税金引かれたとしても、せいぜい1万いくらとか2万とか、そんなもんでしょう。そんなぐらいしか税金引かれないんですよ。で、結局お寺の住職がそのお寺の経営者にもなるから、給料を引いた残りの寺に入ったお金480万円はこれ丸々ね、住職のものになるってわけ。しかもこちらには税金かかんないんですよ。しかも宗教法人の時とかには8000万ルールみたいなのがありまして、これね、年間の収入が8000万以下の法人は収支計算の報告書とか申請書出さなくてもいいっていうルールなんです。これによってね、お寺の住職は守られてるわけ。好きなものを買ってもその収支報告を上げなくてもいい。だから何に使ったか、要は明確にしなくてもいいってわけなんですよ。だから何お金使ったとか報告の申請しなくてもいいわけ、好きに使えるわけ。それだけじゃないんですよ。実はね、寺の敷地内に建てた家に関しては固定資産税やら何やら税金かかんないんです。しかも不具合があればお寺のお金で修繕したり、家の中の家具とかも全て寺の経費として費用を寺からもらうことができるわけ。その家で暮らすため の, 生活費など全てね、寺の金で賄えちゃうわけなんですよ。
そしてね、光熱費も寺のお金なので、住職が寺の敷地内に家建てて住むと全く生活費がかからないと言ってもいいくらい。あの車もそうですよ。車もその家の中に住んでいる住職さんが使うものだから、あの寺の経費で車買えるわけで、食費に関しても檀家さん結構ね、農家の檀家さんとかも多いわけじゃないですか。農家の檀家さんから米もらったり、あと畑の作物もらったり、あと漁師の檀家さんから魚もらったりとか、いろいろもらったりもするわけだからね、月にかかる経費ってまずないわけですよ、お寺の住職さんはね。なので坊主丸儲けとかいうのはね、あながちね間違いじゃないわけで、しかもね、坊主が外に飲み歩いて使ったお金とかも、これねあれなんですよ、交際費っていう名目で寺からもらえる可能性も高いんです。実際もらってる人も多いと思う、だからあくまでまあ住職が給料としてもらうお金からのみわずかに税金が引かれる程度で、あとは生活費は一切かからないし、お葬式などからある程度そのお金、お布施とかいろんなお金、まあもらったりするわけでしょ。であと何回忌とか、あと戒名をつけたりとか、あとなんか説法してほしいとかって言って説法してあげたら、それも全部お金もらったりするわけだから、檀家さんを増やせば増やすほどもう本当にね、毎日夢のような生活ができるわけ。言い方悪いけどね。で、たまに、お坊さん自身が税金払わなくてもいいなんて言ってる人いますが、お坊さんはちゃんと税金払ってますよ、なんて偉そうに言うお坊さんいますが、結局こういうことなんですよ。給料設定をわざと低くして、その給料から、引かれる、まあ、ビビたる税金だけで払ってるの。で、あとはお寺のお金として、いわばお寺っていう、まあ、金庫に現玉たくさん隠してて好きに使ってるわけですよ。お寺の住職さんって皆さん自分の家のお墓すごい立派なの建ててるわけじゃないですか。あれだって結局ね、お寺のお金で建ててるわけだから、どんなに高かろうが自分は痛くも痒くもないわけなんですよ。宗教活動で得た金銭は非課税っていう、まあ、法律に守られ、お坊さんは儲けてます。ただね、ここで一つ言っておくことがあります。先ほども言ったように、お寺の収入の中からお坊さんは給料をもらっている。これがね、お寺の住職だったらお寺の収入を自由に使ったりできるんですけれども、住職の他にもお坊さんが何人かそのお寺にいたりする。そうなると、その他のお坊さんたちは住職ではないので、あくまでも給料のみで生活しているので、裕福じゃないお坊さんもいます。なので、あくまでお寺の住職として、そのお寺に住んでいるお坊さんが丸儲けでするっていうことですので、そこをね、間違えないようにしていただきたい。大きなお寺でお坊さん何人も抱えているところあったりしますが、あくまでもお金を自由にできているのは、そこの、まあ、お寺の経営者になっている住職さんだけっていうことです。